第1回オリフェク NG なし質問コーナー、ついに我々も聴者の中で増えてきたということで、完全 NG なしの質問コーナーをやろうと思います。お願いします。ルールがあって、どんな質問にも絶対に嘘偽りなく答えるっていうルール。あひゃー、いやでもファンのためだから。はい、ということで、もう早速 NG なし質問来てるけど、結構来てる。準備はいいか？オッケー。あけいいな。ケンシー、大丈夫？何が？なんか面白い深呼吸ある？なんか。ちょっと。一回準備、一回準備して。オッケーオッケー。準備ちょうだい。整えよう、整えよう。ちょっと。いきます。あいや、もう手入ったね。よし、じゃあ。それ超えないよ、もう。いや、もう、確かに。マジはずい。ハードルを上げられたね。マジはずいから。超えてこ。超えてこ。ガガガガガ。よしよしよし。いやー、どこ住んでますか。おい。一発で個人情報じゃん。すごいや。行っちゃいますよ。お、心様。ガチの住んでる。大丈夫。ガチガチガチ。マジじゃん。僕は東横線のもっと住吉。ガチ。ガチ。ガチ。これは逃れられない。そうね。僕は和光市ですね。和光市。だからまあ東横線っていうか副都心。そうね、はい、はい、僕は高崎線の鴻巣というところ。鴻巣、赤羽の奥のところですね。優雅に会いたい人は鴻巣に。家賃いくらですか。おお、家賃ね、知らなくない。お伺いの確かに誰が一番高いと思ってるんだ。確かに僕らアラサーですけど、はい、まず僕の家賃、はい、ドゥルル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 ル3万台で頑張ってんね。いや、ほんとめっちゃ探した。へぇ、おいくらですか。僕はですね、4万円です。うわー、負けた負けた。じゃあちょっと次、降りていいよ。4万2000円。おぉ、うわっ、やばい、1万かも。ちょっとね、お、じゃあちょっと最後割れた結婚か。友情聞いた。いきます。で、42,500。おお、じゃあ1万だ。勝ちました。425。やっぱ稼いでるからもうマジで。結婚か。稼いよな。こいつが過去マジ重くて。一番仕事してるんでね。オリフェクだけじゃないんですよ。そう。本当は他の仕事もめっちゃしてて、本当普通性格めっちゃいいやつなんで。マジ見てほしい。はい。マジで見てほしい。はい。いやまあ本当に。何億サイズよマジで。いやまあ4億。うわ。まあそこはまあ。素晴らしい。みんなのおかげで、さすがに頑張る。いやいや、もう、なんか、照れるな。その言葉にありがとう、マジで。ありがとう。じゃあ、その流れで、はい。来ちゃいました。この質問が、何ですか？何ですか？ 1 ヶ月の収益はいくらですか？やっぱ気になるんですかね、これね。まあ、これはあれなんで、よくある、本当に一番聞きたいお金のね、部分ですけども。で、俺たち。まあ、NG なしで。1回の勝負だってもね、100万は回りますからね、まあ、100万再生。あれだよ。多いことじゃないですか。ありがたい。収益の方は、はい。大卒の方の初任給ぐらいですかね。あー、なるほど。それ大体。大体、そんぐらい。ちょっとわかりづらいのかな。でもこれ言えないのか、やっぱさすがに YouTube 的に。的にはそんな良くないよ。はい、25万円ですよ。言ったー、おいー、お前。ちょっと言ったー、おいー。NG なしなんて。ズコーン。すいません、ちょっと安い。こやつ、マジで。25万円。言っちゃう。いや、知りたいですよね、皆さん。本当にリアルな話をすると、まあ100万再生とか言ってるけども、やっぱりショート単価がやっぱ、そうですね。そう、まあ低いは低いので、ところ、はい、まあ平均、まあ鳴らして平均して25万ぐらい。5万円を我々経費として、まあ場所代だったり小道具で使っているので、残りの20万円を4人で割って、1人5万円です。なんで、めっちゃバイトしてます。はい。僕は居酒屋でバイトしてまーす。あ、私は映画館でバイトしてます。似合う。似合う。僕はウーバー。はい。頑張ってるよね。やってますか。僕ははい、カラオケの店員もやってます。あー、もう優雅といえばなね、カラオケの歌が好きなので。はい、じゃあ次の質問ですね。彼女はいますか。いいのこれ。大丈夫。まあでも NG なしだからな。じゃあいる人はせーので、はいで手挙げる。オッケー。じゃあ嘘なしね。嘘なしね。
いきますよ、はい、彼女いる人、はい、はい、というわけで、まあ、これは私たち知ってましたけどね、はい、そうですね、はい、僕ら3人はいて、はい、まあまあそれはもう、いやいや大丈夫、俺らおるやん、俺らおるし、俺らおるし、できるよ、はい、はい、彼女募集企画やる、これからやりたいやりたいやりたい、これからは明星ケイタ、明星ケイタめっちゃいいやつなんでよろしくお願いします。じゃあ次の質問、はい、ほう、やばいね、何経験人数は何人ですか。アダルティーだね、うわーねー、まあ NG なしということで、正直6、おお、ね、お手ごてだね、めっちゃ多いな、いや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 、5、おお、刻むねー、4、あ、刻むねー、刻むねー、6、5、4、1、1、今の彼女、彼女、今の彼女です、さすがやわ、そういうとこだよ、こういうとこだよ、一見チャラそうに見えるけど、うん、マジでそういうやつだよね、ほんとに、いや、ほんと知ってほしい、こいつマジでいいやつなんですよ、ほんとに、技術っていうか、マジでやばい、一番人情があるんですよ、だからそのリーダーっていうか、そうそう、マジでまっすぐだよ、俺たちは集まったんですよ、だって今の彼女っていうのは長い、え、そう、高校の時から付き合ってて、そんな経つの10年以上だな、そう、え、だから、ほんとはもう結婚したいんだけど、でもまだちょっと収益とかがね、今まだバイトしてるから、俺らほんと4人に力を合わせて、もうもっと売れてね、プロポーズしたい。いや、マジすげえよ、お前、マジで。いや、もう、マジで、お前にだけはマジで幸せになってほしい。マジで照れる、そんなに覚えてたいんですよ。うわ、もうちょっと照れる、やばいやばい。ちょっと次の質問いきます。はい、照れるんで、はい。ネタはどうやって作ってますか？なんか、めっちゃいい質問。いい質問。ここに来て。めっちゃもう、ネタはでももう話し合いですよね、うん、もうみんなで4人で話し合ってます。で、まあ、4人で話し合ってるけど時間で言ったら1回だいたい5、6時間ぐらい、そうね、短くてそんぐらいか、そんぐらいね、は1回でもさ夜始めても全然朝までとかなったね、あったね、めっちゃある。で1回の撮影があって、まあその前に俺ら4回やるじゃない、そうだね、1回でね、そうだから最低でもまあ20時間25時間ぐらいは1回の撮影の前に引き詰めてね、あのやってるんで、はい、じゃあ次の質問いきます、はい、嫌いなファンはいますか。嫌いなファン、嫌いなファン、おお、いなくね、まあ、NG なしって言ってるからさ、やっぱ答えたいけどさ、うん、ないよね、嫌いなんてある、ある、嫌いいる、ケンちゃん、いや嫌いとかじゃないんだけど盗撮結構されんのよ。ええ、そうなの。そうそうそう、なんか普通渋谷とか歩いててずっとカメラ向けられたりとか、マジ大丈夫、大丈夫、まあそれこそだってこの間撮影した時さ、あの4人解散してさ、で俺普通に一人で歩いてたら、なんか俺の方にずっとついてくる人がいて、怖っ、そう、でなんかね結構あんだよ、そうなんだ、しかも多分同じ人なんだよね、ああそう、私なんか分かられちゃってるのかな、まあ分かりやすい、分かりやすい、まあ、確かにオーラがあるから、まあでも嫌いとかじゃないけど、でもまあできるだけね、そうね、ちょっと普通にあの気をつけていただければと、はい、すいません、思います。はい、いかがでしたか。もう収益まで発表しちゃいましたけど、やばい、隠すことないかも、ないね、ないよね、何でも言えるね、これから、そう、今後とも、はい、俺フィクの方応援のほどよろしくお願いします。お願いします、お願いします、お願いします。あれ、はい、だる、あ、じゃあこれ忘れないうちに、収益、これ今週の分おいで、いい、はい、今週の分、はい、ネタ打ちどうすん、ネタ打ち、え、今日だっけ、うん、だる、え、夜はあるんで、よくねえもん。よくねえ。ケンシ考えてる。やだよ、ダメって。え、この間誰かな、この間結局決めたんっけ。この間あれじゃないっけ。なんか質問かなんかコメントで。ああ、あれ。そうそうそう。それでよくね。あればじゃなくて、あ、本数が。確かにな。え、じゃあ、ね、この後一応、やんない。え、あ、なんもないんだっけ。いや、飲み行こうかなってぐらい普通に。そもそも、いや、ある、普通に内見だわ、内見、ああ、あれか、
引っ越しの。うん。おー。中目。中目。中目？中目ってあそこっけ？あそこ。あれか。そう、あれ。家賃は？いや、でも悩んでて、うん、ちょっと低層の25万か、安っ40何階の45万。はぁ、絶対そっち。45だ絶対そっち。なんで悩んでんの？え？なんで悩んでんの？いや、なんかそれ、やらしいじゃん。いや、いいだろ。変わんねえ。20階ぐらいそんな。バレねえし。25万のやっちゃっても、はずいよ。もういいか。うん、別に。で、か、もうなんか、分譲列買っちゃうから、3億円。あそれね。でも、中目、あそこでしょ？いや、いいんじゃん。なんか、絶対もっといいとこ行ける。出ると思う。いや、別にもう1個じゃなくていいじゃん。あ、まあね。あ、もっとくってことだね。てか、あれか、普通に投資的な意味でも。あ、そうそう。買えもそれでもいけるし。てか、あれか、なんか、株なんだっけやってなきゃ。あ、そうそうそう。で、あれもいいから、調子が。普通に。いや、場所もよくやってるよ。いや、株は無理だ、俺。これやった方がいいんだもん。やった方がいい、マジ？うん。だけが貯金いくら？貯金はもう、だから、8桁。は、マジ？舐めてるわ。使っちゃうから、それ、俺も。ごちそうさまでーす。マジごちそうさまでーす。ごちーごちそうなんだよ、さすがに。お前、これで何使えんだろ。いやー。いや、でも良くない今日。え、で、帰っていい？あ、待って、そしたらさ、なんか社長にワインもらったから。あ、あの人。そう。ワイン？オーパスワン。おー。まあ、あり。はい、まあだいやー4人でうんだってもう1本あるからねマジうんみんな行くな行くわオッケーうんケイタン内見いやもう一回でも彼女に行かせればいいよちょっと今、まあ、それ実際ある別に俺行かなくてもみたいなとこある、グラドル呼びまーすマジで熱っあの子かいあっ後輩がどんな子おおよあと、4人呼べばでしょうんあ、違う、3人か。あ、3人呼んでちょうどいいか。3人行こうじゃん。最低だよ、お前。行こう。彼女なんて言うのいや、普通に。ネタ打ち。ネタ打ち出しましょう。クソ野郎です。ある意味、ネタ打ち。ネタ打ち。ネタ打ちだから。やっぱ、グラドル君なら来ます。グラドル君で来ます。タクシーさすがに。マジ行くならさっさと行こう。じゃあ、タクシー4台。読むか。もうジャケするジャケすか。男気。バイバイ。男気ね。男気ね、勝ったやつね、じゃあ。いいよ。男気。じゃんけん、ほいあいこでしょ。シェーくそはい、じゃあ。男気、じゃんけん、ぽいえぇーいだぞ、スティー。普通にあんのに払えないのに昔に。呼ぶわ。逆に。これ、カバツイくんだよね、誰か。うん、大丈夫、ほっといていい。え、それも呼んどいてだって。オッケーオッケー。いや、もうね、呼んでやる。オッケー。めっちゃいいよ、この間のあれじゃなくて。まあでも、場所が渋いかも。まあね。あ、そうか。じゃあ早速、ちょっとワイン飲みます。はい。はもう遅いのために来たんだから。いいね、これ。結構すんだ、これ。ソファーって。あ、でもね、それ、全部セットで100万ぐらい。ああ、そういうことか。何かお前これ銀太であえてここに飾ってんの。いやそれマジ効果あるよ。どんな効果あるの。やっぱ言われる。ガチ釣れる。飲みやすいいわ。今日開けちゃうこれ。うん、何行くの。何呼んでるの。でもね、今 DM してるグラドルなんだけど、
今すぐ来るのが一旦一人。おい。一人？そうそうそう。一旦ね。もっと来る。もう今、ま、確定で来れるのが、もう向かってるんで。一人一緒。うん。住所に何人か呼んでもらって。俺まだ住所教えてないからね。マジ？どうやって来る？もうどうやって来るんだよ。もう向かってるって。怖そうだもん。なんだこいつ。迷わ。どんな考えだよ。じゃあちょっと待って送って。かわいい。まあでもね、むっちゃおっぱいでかい。でも、顔はブス。いや、なんかね、めっちゃはっきり映ってるわけじゃないんだよね。ああ、それが。そう、グラドルって言ってもさ、なんか、別に、雑誌とか出てるとかじゃなくて、なんか、ウェブでさ、なんか、そっち系あんじゃん、なんか、水着でやってるインスタとかでさ。あれを、それとあと15分で来るって。おお。え、その、住所送ってってこと？そう、今送ったら、あすぐ行きます。すげえじゃん。めっちゃ調子いいじゃん。順番。じゃあさ、その間にさ、もうネタ打ち終わらせん？まあ、やっとくか。15分。あれ？ネタ打ちか。もういいよ、ネタ打ち。何でも一緒っしょ。はい、じゃあ、何？一応、あれか。8個って赤いのか。はい。はい、速攻でやらそう。もう、だから、もう、ポンポン、もう山手線ゲームで言っても。ああ、それで全部、それで。ハンガー。ハンガー使う人。はい。めっちゃ面白そうじゃん。ハンガー使う人じゃない。はい、ちゃらある。はい、かかった。はい、ポケットにお金入れたまま洗濯しちゃった人。ああ、もういいやん。めっちゃあるある。ハンガー使う。普通に。じゃあ。はい、勝つ。なんか、おっぱいでかいのめっちゃ見ちゃう人。お前じゃん。あれ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 。男みんなあるあるだろ。あれ、エアコン、あの、使う人。使う。使う人。めっちゃあるある。あと一緒、あと一緒。服着る人。ナイスナイスナイスめっちゃある。全員ある。はい、めちゃくちゃ困ってくんじゃん。めっちゃ困ですね。はい、300万再生。ドラコ？あー、そう、3。いや、でもあれしかもうなんか、来た人に考えさせる。来たグラドルに全部考えさせるぞ。確かに、3つ目。余裕して出てくる、おっぱいネタ。もう出してる。余裕して出してる。飲んで泣くライウォウウォウケンシ、飲んで泣くライウォウウォウケンシ、飲んで泣くない。ワインってゆっくり飲むんだから。超高いからこれもらったやつだけど。もうでもテンション上がったわ。今のでいける。はい、ケータ。はい、何持ってんの？はい、何持ってんの？はい、飲み足りないから持ってんの？あいやー。おかしい二人いる。あれれれれれれ、おかしいぞ。はい、じゃあともうすぐ来て。てかあれか、さすがになんかホコリとかない？コロコロした方がいい？大丈夫？入れよ。入れてんじゃないの？ハウスクリーニングみたいな。自分でやるもんじゃない？掃除の。なんだこれ？どうしたの？うん？カメラある。うん。あれも隠しカメラ。え、これそうだっけ？え、何？お前の？え、違う違う違う。なんだこれ？え、ずっと置いてたってこと？え、俺知らねえぞこれ。え、今気づいたの？うん。今まではなかった？え、なかった。なるほど。え、なんで？え、これも？
あ、こういうことだ。じゃあお前がだってあれとかじゃなくて。いやいや違う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 。自分ちのあれとか。いや知らないよ。今何？3台あるってことじゃん。は。何これ。え、怖っ。何これ。何これ。え、てか他にもあるじゃないってこと。怖っ。怖っ。何これ。え、知らないよ。緊張る。これだから。あ、そう、え、そこもってこと？え、何これ？え、ちょっと待って、これ何？なんか、質問来てるわ。質問？嫌いなファンって私のことですか？ん？え、違う？今 DM してた、グラドル。は？は？グラドルじゃない。え、こいつグラドルじゃないの？何これ、どういうこと？え、それお前のファンだよ。え、俺のファン？え、てか、なんでそれさ、知っても俺だってあの動画まで出してないじゃん。どういうこと？ん？え？ファン？え？え、これそういうこと？俺今入ってる。え、こいつなんじゃん、そのさっき言ってたさ、後つけてたやつってことでしょ。マジで？え、ちょっとまた来たわ。皆さん、本当に嘘が上手ですね。心底がっかりしました。この動画を週刊誌に売ります。え、この動画だよ。これって。え、じゃあ、はい。週刊文春だ。この度は NG なし質問コーナーにおいて全ての回答に嘘で回答してしまったことをお詫び申し上げます。本当に申し訳ございませんでした。本当の我々の収益はですね、すべて合計で